稲荷神社は埼玉県反応思想柳にある神社。旧社家具は孫社。塩分年間に天台集計修言道の行者教順坊が誕生したと伝えられている。社殿によると、平安時代の公認5年3月、神社の西南にあった柳の老木のもとに2匹の白虎が並んで影を表したことから、この地を宗柳というようになり、空海により稲荷が誕生されたという。 源奈元,元年に火災に遭い、再建された。新編武蔵風土気候の総流村の項には、稲荷社修築寺持村の鎮守とす霊祭二月初馬日なり、社頭に新木と称する樹あり、囲い一条三尺あり、三郎社同書にあり、修築寺持ち、あ社同寺持ちとある。江戸時代から、明治時代の神仏分離まで、修築寺寺が別党を務め、明治初期には一時、 波柳神社と称した。明治5年に孫社に、列格した。明治40年に、八坂社、コンピラ社、三能社、あたご社、山の神社、浅間社を合祀した。武蔵国軍孫子の総流村の孔には、稲荷社孫社地東西37間南北13県4尺面積508坪村の北方にあり丘の御玉の命を祀る、祭日2月2日。 やさか平ら地東西15県南北5県三尺面積86坪村の東北にあり祭日7月15日とある。本殿、拝殿、社務所、水社、鳥居、山社庫、新横、倉庫、社務所、伊勢高記念碑、同票、天明年間昆流の城野道。本殿は稲荷神社で、その脇にはやさか神社、中田神社、コンピラ様、 当社正面の大仙街道と呼ばれる通りに面したところに、光神様が建て祭られている。中田神社の祭神は、ただ密中だと言われている。ありがとうございます。